サブミッション行ってみよう。脱衣の入門書が欲しいっていう人と、キャッチ戦争の火種。最近秋葉原ではお店の勧誘をする子が増えてますと。確かに大量に増えとった。変な制服着た人がいっぱいおったわ。過激な勧誘をする子まで出てきましたと。健全な街の維持のため、こんな人たちを補導しましょう。なんか JK お散歩とかいう意味不明な商売を始めたりとか、耳かきをするとかわけわからんことを言い出したりとかあったな。そういえば受けてなかった。秋葉原は夜8時に店がほとんど閉まるような健全な街なのに、変なのが増えだしたから。でどこに行くんだ。電気街裏通り、とりあえず電気ここか。何を持ってこいって言うんだ。スーパーソニック。さあ依頼主はどこにいるかな。いた、この人だ。一般男性。スカートノーマルが欲しいんだ。ことぶきや裏通り、その辺行ってみよう。裏通りのことぶきや。自分で行けよ、そんなもの。トップぶきや。ここじゃないな。トップブッキはこっちだ。いらっしゃいませ。スカートこれか。よろしいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ戻ろう。マップ、これだけのために2800円使ったから1万円ぐらいもらわな。割に合わねえぞ。早く出てこい。こっちやったっけ。やった。できた。どういうことだ。これでもしかしてスカートめくりをする気か。スカートの中なんてただの布じゃないか。裏通りに行ってみよう。布なんか見て何が楽しいんだい。どこにいるんだろうか。秋葉女子、こいつだか。ねえねえ、お散歩しよう。リフレってないの。何言ってるんですか。サービス。ここ。うわ、犯罪の香りがする。はい。何焦ってるんだい。急に襲ってきた。痛い。この野郎。そんな年齢をごまかすような服を着て許さぬぞ。痛そう。行きます。
服じゃなくて完全に足殴っとる。絶好か。ダウダー。逃がせっかい。このまま。痛そう。何を逃した？頭。はい、終わり。いい。あ、1000円無料だった。簡単なお仕事だったな。さあ、サブミッションもなくなったし、モグラに行こうか。モグラに行く前にポツリがある。ポツリを読もう。昔の秋葉原と今の秋葉原。昔っていうのはバスケットコートがあった時代かな。出やがった。バスケットコートって書いてる。戦時中って。メイドとかいない方がいい気がする。カレー臭がする。 CD ショップはないな。そもそも CD に、いや、これは言わんとこ。好きなことを勝手にすればいいんだよ。自分の意見をね、押し付けようなんて、そんなことはしちゃダメなんだ。無事か？言ってるなら早く報告来やがれ。さっさと行きますよ。ヨドバシカメラ。ポイントを考えたのはヨドバシカメラが最初なんだったっけ。カティさんまたハーハーやってる。おう、どうやら勝てたみてえだな。勝ったぜ。アモってやろう、尻尾を巻いて逃げていきやがったぜ。何にせよ、これでしばらくはあいつらもおとなしくしてるかもね。そんなことないだろ、修行して襲ってくるに決まってるじゃないか。しかし、まだまがいものすべてがいなくなったわけじゃねえ。俺たちがそうしたように、向こうでって修行して強くなるんだ。ここで気を抜かねえようにしねえな。さらに修行するしかない。勝って兜の乙女ロードですね。池袋？勝って兜の尾を締めよ、かな。あの、少し、いい？自分の正体を話す気になったのか。話したいことがあるの。人のいないところへ連れて行って。よし、わかった。二人で行くか。トークさんの反応を。特に何も言われなかった。またサブミッションが増えてる。マナーモード、これ普通のやつか。いつでも行けるやつだな。神社に行こう。もう一回血を分けてくれるのかな。ここはふるさとの空気に似てる。この前秋葉原に行った時にここに来てないな。今度行ってみようかな。こんなとこあるかな。この間のこと聞きたいことがあるよね。ここなら誰にも聞かれないから。スリーサイズを教えてくれた。私は真面目に話をしようと。俺は真面目に話を聞いているんだ。組織から逃げた時、私の血を飲ませたでしょ、うん、そのせいで君は私との血の契約を交わしたの。私は人じゃないわ。古の時代から化け物、怪異、妖魔、
さまざまな呼び名で呼ばれる存在。だからどうした？私たちの一族は八神。そう、八神の一族はその身に宿る血を分け与えることで眷属と呼ばれる刺激者を作り出すことができるの。草薙もおるんかな。一生のうち一人だけ。一人だけ。じゃあもう使ってしまったじゃないか。眷属の特徴は八神の力を引き継ぎ常人離れした力を得ること。そう、今の君のようにね。君のその力はまがいものではなく眷属の力によるところが大きい。眷属は主である八神の者と協力し、その力でまがいものを狩る。そんなルールがあったのか。まがいもの、本来は欲望が肥大化して異形と化した人の末路。哀れな人妖たち、常に欲望への渇きに苛まれ、その渇きから他人の生命力を吸収し続けないと生きていけない希薄な存在。私たちの一族もその成り立ちは一緒だと思うけど、理性を持ち、いつしか神として崇められ恐れられてきた。まがい者が事件を起こすたびに八神の関与も疑われてきた。私たちは静かに暮らしたいだけなのに。キラさん、キラさんみたいに静かに暮らしたいだけなのに。だから私たちの一族はまがい者を狩るの。まがい者を日の光で清め、人に戻れるようにするために。いや、消滅してんじゃないかな。人に戻れるかどうかはその人次第だけど。灰になって消えていってるじゃないか。でも眷属は違うの。たとえ太陽で清めても人には戻れない。少なくとも私は戻る方法を知らない。ちょ何を言っているのかな。勝手に眷属にしといて何を言っているのかな。あの時、君の体は、細胞はもう限界だったの。命を救うためとはいえ、君を眷属にした。私は一向に構わない。人ならざる者に変えてしまったの。謝っても謝りきれない。他にも話さなければいけないことがあるけど。どこかな、リンちゃんとの関係か。一度に全てを話しても理解できないと思う。少しずつだけど、いつか必ず答えるから。無視された。君をそんな体にした責任は重い。本当にごめんなさい。大丈夫大丈夫。みんなが心配するといけないから、そろそろ戻りましょう。みんなにも伝えないといけないから。別に二人きりにならなくてもみんなで一緒に話し合えばよかったんじゃないかな。先に重要な話をしたかったんかな、二人きりで。ここどこ、ここどこ、何かあるの。ここ怪しいとこじゃないか。顔できなかった。メールが来てた。メールを見よう。いきなりどこ行ったんだ。雫一緒にいるじゃないか。ナンパしがある。おうおうおう、しずくにナンパしてこないかな。ナンパしてきた。しずく困ってる。立ちん。やて、いや、回れ。あれ、それだけ。ナンパ師がまたある。一般男性だった。どう違うんだこの二人は。
モグダに戻ろ。相変わらずロードが長いよな。そうか、イベントのムービーがあるからロードが長くなるのか。じゃあみんなに話しますよ。おお、戻ってきたな。どこ行ってたんだ。心配したぞ。ごめんなさい。実は。実は。二人で人がいないところに行ってたのさ。雫って人間じゃなかったんだ。見た目は普通の可愛い女の子なんですけどね。なるほどね。だからまがいものを判別できたのか。まあまがいものと対等に戦ってる時点でただものじゃないと思ってたけどな。隠していてごめんなさい。後の判断は皆さんにお任せします。私は少し休ませてください。ん？もう上の部屋で寝るといい。な、信用しきっていいのかな。化け物だと分かった瞬間にあいつは捕まえておくべきだとか言って寝てる間に縛られて改造人間されちゃうかもしれない。すみません。でお前はその許したのかよ。命の恩人。まあ、アニメ見るのに影響ないからな。まあ。おいおい。妹が。妹さん。ニーニーを返して。ニーニーはもう人間じゃない。人手なしになっちゃったの。人手なし。いやそのあのね、もともと。ろくでなしというか、まあ人でなしというか人ならざるものなんだけど。人もどきか。別にいい。ニーニがニーニならむしろ個性的。寝る。あ、寝る。うん、まあなんだ、しずくちゃんの正体が分かってもやることは変わらねえだろ。そうそう、とにかく秋葉の事件を何とかしねえとな。そうだね。組織の全容もわからないし、もっと根本的な解決を図らないと。ダメです。皆さん元気出していきましょう。別にみんな沈んでないよ。元気だよ。ダークサイドは秋葉事件団っぽくないです。先輩を人に戻す方法もきっとありますよ。いやいや、むしろ化け物のままでいいよ。そうだよね。こんな時こそしっかりしなきゃ。から元気も元気ってな。人に戻る必要性はないからね。じゃあ気晴らしにパトロールにでも行こっか。ジョンガララーメン。ジャンガラじゃなくて三本牛丼。牛丼だな。あんたの能天気さは尊敬する。じゃあ行こうか。秋葉原公園の方ね。秋葉原公園のマップなかったよな今回。あのマップ好きだったのに。しずくを連れ回して公園に行くかな。やった。その前にメールとポツリ見とこう。ニーニエ、なんて可愛い妹なんだ。コスプレフェスタ終了再開。ストップリじゃないの。遠かったそう。ラブプリじゃなくて今回はストップリだな。脳内だけでしろよって最後言ったぞ。
ほんと似合わないコスプレはしないでほしい。一緒に行こうぜ。またサブミッションが増えてる。一向にストーリーが進まない。しかも多い。電撃プレイステーション、大人がいい。なんかいい付録でもあったのかな。大事なのは見た目。秋葉ナビゲーター。とりあえずナンパ男をぶっ飛ばすか。マップ、パン。どこだ、ナンパ男はこの辺にいたから、この辺におるんかな。いないぞ。警察がいる。これは危ないな。こいつや。話しかけてナンパ男が襲ってきたら警察に捕まってしまう。どうしたというのだ。ほう、女の服装が着れるようになったぞ。これで防御力アップだ。いや、服が着れるのはやけど胸が大きくなるのはおかしいだろ。防御力なんじゃこりゃ。128って10倍じゃないか。ひど。さすがにそれはダメだと。今日も平和ですね。こんな格好をした人がおるのに。変態だ。ナンパ男どこだ。でも一回出ないとダメなんだな。トゥートゥーで本当に合ってるのか見よう。ダメは大事。あれ、向こうだった。お、階段の周りにいそう。この辺かな。いなかった。こっちかな、この奥かな。誰もいないじゃないか。人の影だけあって人がいないっていう。もうちょっとどうどう早く。なんだ、うぜえ。急いでますんで。ケチじゃねえよ。吹っ飛ばした。わお、外国人じゃないか。うざ。君かわいいね。一緒に遊ばない。さっさと給料くっそむしたの。なんでこんな言い方せなあかんの。ぶっ飛ばすとこだ。こいつは強そうな武器いっぱい持ってるじゃないか。強いぞ。早く回復するんだ。
あ、防御力強すぎて。もうこれ以上の敵は切れないぞ。防御力高くても結局ダメージは増えるんだな。ここもう一人のやつが放置してこない。なんて優しいんだ。あ、動き出した。どこ？よし。当たらない。当たらない。スコアか。やばい。そうそう。僕ここに立ってる。なんか増えた。敵が増えてる。そう、この野郎。雫負けそうやん。頼むぜ。先に全部逃せ。だから、いい感じ。ダウンしてるやん。雫ダウンですかい。何かでした。どっから来た。全部逃がした。勘弁してください。遠くの人ただの一般人か。ただの一般人が俺に何の用だい。ちょっと下げあ、魔界物だったのか。それで襲ってきたのか。お、服を着て戻ってきた。走って逃げて服着て戻ってくるのか。どこだ？この辺にいなかったっけ？そう。いたいた。ありがとうございました。お礼。こんな女子高生からお礼をもらうなんて。1万円もくれた。金持ちだな、この子。ねえねえ。ちょっとお茶しない？お茶。無視されるだけだった。なんかすごい服持っとナンパ師が追いかけてる。やめんか。避けた。当たってないのにピョリ出した。ナンパ師さんとツーショット。